それでは今回はスタンフォードの自分を変える教室について解説したいと思います。この本で僕が伝えたいことは2つあります。1つ目が意志力の3つの力とは何なのか、2つ目が意志力を高めるための7つの秘訣についてしっかりと解説したいと思います。まず最初に伝えたいことがあります。自分がもし誘惑に負けずにコントロールをしっかりすることができれば必ず成功するってことです。これが意志力です。意志力が高い人っていうのは成功します。自分をコントロールできなかったら健康だったり経済的安定、人間関係とか仕事で失敗します。誘惑に負けることってないですか？仕事頑張りたいのに遊んじゃうとか、勉強したいのにテレビ見ちゃうとか、多くの方が誘惑に負けちゃいます。ダイエットしたいのにラーメン食べちゃうとか。この時に大事なのが、自分がいつどうして失敗するか、どうやって失敗してきたか、しっかりと自分の失敗のパターンを知ることです。自分の場合であればこういった失敗がありました。家に帰ったらテレビ見ちゃうと、だから勉強しない。その場合、例えば家に帰らないと、カフェに行って勉強してから家に帰ったらいいじゃんっていう対策をしました。じゃあこのように意志力を高める、自分をしっかりとコントロールする方法っていうのをこれからしっかりと学んでいきたいと思います。ではまず最初に、意志力っていうのは何なのか。これには3つの力があります。全て重要です。ここっていうのは根本なので、ぜひ学んでいただければと思います。1つ目がやる力です。自分のやるべきことをやる力。例えば筋トレをするとか、勉強をするとか、副業をするとか、本を読むとか。2つ目がやらない力。誘惑に打ち勝つ力です。タバコをやめるとか、ラーメンやめるとか、テレビをやめるとか、スマホを見ないとか、飲みまくらないとか、寝すぎないとかです。3つ目が望む力。誘惑に流されそうになった時に、自分が本当に望んでいることを思い出す力です。この3つめちゃめちゃ大事です。僕の場合であれば、やる力として本を読むと、1日2冊、月に60冊読む、そしてまとめる、撮影する、編集する、アップする、これらが僕が必要なやる力です。やらない力っていうのは何かっていうと、テレビとかスマホを見すぎるとか、寝すぎるとか、遊びまくるとかっていうのをやめるってことです。望む力、これ非常に大事です。そもそも1日2冊読みたいのかどうか、撮影をしたいのか、まとめたいのか、皆さんに伝えたいかどうか、何が皆さんはやりたいのか、どうなりたいか、どう生きていきたいか、しっかりと望む力考えてみてください。ポイントは3つあります。なぜそれをしたいのか、自分だったらなんで本を読みたいのか、これはよく言ってる自己成長と社会貢献です。本当にやりたいのか、これは僕は本当にやりたい仕事なんですよね。やりたいと思ってます。その次に、それでどうしたいのか、僕は教育の市場っていうのを変えたいなっていうふうに思ってます。皆さんはなぜ、本当にそれでどうしたいか、しっかりと望む力を考えてみてください。続いて、意志力を高めるための7つの秘訣について解説していきたいと思います。まず1つ目が、5分で脳の力を最大限に引き出す瞑想のテクニックです。定期的に瞑想をするといいって言われてます。1日5分始めてみてください。自分は何をやるべきなのか、何をやってはいけないのか、そして何を望んでいるのか、目をつぶって1日5分やってみてください。2つ目が、グリーンエクササイズで意志力を満タンにするってやり方です。これ非常に気分が良くなるんで、やってみることをお勧めします。意志力をすぐに満タンにしたいなら、グリーンエクササイズをやってください。野外で自然に触れることです。公園に行くとか、ウォーキングをすること、即効性があります。オフィスから出て公園など緑のある場所に行ったりとか、お気に入りの曲を聴きながら近所を一回りジョギングするだけで、意志力っていうのは満タンになります。続いて3つ目が、望む力を利用してやる気を出すってことです。意志力が弱っていると感じたと、例えば本を読みたいと思わなくなってきたと、そうしたら自分の望む力を使ってやる気を出すことです。やる気を振り起こすやり方は3つあります。1つ目が、それをすることでどんないいことがあるか考えることです。1日2冊本を読むことで自己成長するなとか、課題が明確になるなとか、事業のアイデアを作る力が深まるとか、教える力が伸びるとか、まとめる力がつくとか、どんないいことがあるか考えてみてください。2つ目が、それをすることで誰のためになるか考えることです。僕は社会貢献、世の中を役に立ちたいと思ってます。仕事仲間だったり、登録者のためになるって考えることで、よりやる気が出てきます。3つ目が、それをすることでだんだん楽になると考えることです。話しやすくなるとか、読書が早くなるとか、まとめる力がつくとか、教えるのが上手くなるとか、どんどん良くなることを考えることです。これらを考えることでモチベーションが上がります。誘惑に負けそうになったら、続けられなくなってきたら、いつも望む力のことを思い出すようにしてください。
4つ目が明日も同じ行動をすると決めるってことです。ルーティン化の話です。僕は1年は365日だと考えてないです。平日があったり休日があったり祝日があったり、そう考えるんではなく1日かける365日が1年、このように僕は考えてます。平日も休日も祝日もないと、最高の1日っていうのをデザインして、それを繰り返すのが僕の中では1年です。1年は365日ではなく1日かける365日、このように毎日同じ行動をするってことです。自分は会計試験の勉強の時は朝6時から24時まで勉強していました。今であれば1日2冊やらないと気持ち悪くなるんですよね。日によってばらつきが出ないように明日も同じ行動をすると決めることが大事だと思います。5つ目が快楽の誘惑にわざと負けてみるって方法です。これ結構おすすめです。テレビを見てみるとか、飲みに行ってみるとか、会計士の勉強の時に僕はやってみました。これをすればきっと楽しくなるだろうっていう誘惑を思い切ってやってみるってことです。これをやってみた結果、2つのパターンに分かれます。1つ目が思っていたより少しの量で満足できることが分かります。例えばずっと飲みたい、お酒を飲みたいと思っていた人が飲みに行ったら2時間で満足したとか、テレビ見たいなって思ってた人がテレビ見たら 2,3 時間で飽きちゃったとか、実際こういったケースって結構多いです。2つ目が報酬の期待と実際に得るものがかけ離れるってケースです。テレビ見たいと思ってたけど実際見てみたらテレビなんかいらなくねって思っちゃったりとか、飲みたくても実はウーロン茶で楽しめちゃったりするってケースです。いずれの場合も以前より自分をうまくコントロールできるようになるんで、誘惑にわざと負けてみるっていうのをやってみるといいと思います。6つ目が失敗を繰り返さないための方法です。失敗と向き合うのは非常に大事です。何かを挑戦するってことは必ず失敗するってことです。失敗した時に失敗から抜け出す方法を3つ紹介します。これらぜひやってみてください。1つ目が失敗した時の気持ちを言葉にするってことです。人に話すとか文章を書くっていうやり方です。落ち着いて考えて書いてみてください。話してみてください。1年後受かればいいとか、やりきったら次こそいけるとか書いてみることです。2つ目はあなたと同じく失敗して苦しんだ経験のある人がいないかを思い出すことです。会計士試験であれば2回とか3回で受かる人もいるんですけど、4回とか5回とか10回目で合格する人もいるんですよ。みんな失敗してそこから這い上がって合格しているんだなとか、みんな同じように失敗して苦しい思いをしながら乗り越えてきたんだなとか、失敗している人のことを考えるってことです。3つ目が仲いい友達が同じような失敗をしたらどんな言葉をかけてあげたいか考えることです。次はお前なら絶対受かるよとか、このように考えることで気を取り直してまた頑張ることができます。どうにでもなれってならないことです。失敗した時どうにでもなれってなる方が多いです。1回筋トレしなくなるとずっとしなくなるとか、ダイエット1回諦めちゃうとやんなくなるとか、失敗を繰り返さないためのこの3つの方法をぜひやってみてください。最後7つ目が鉄の意志を持つ人のことを考えるってことです。ここで大事な話をします。意志力っていうのは感染するんですよ、移るんですよね。なので意志力の強い人のことを考えると自分自身の意志力も強くなります。これは研究によって明らかになってます。模範となるような意志力の強い人は皆さんの周りにいますか？お手本にしたい人のことを思い浮かべてください。ずっと続けられる人、自分に強い人のことを考えるってことです。鉄の意志を持つあの人だったらこんな時はどうするだろうか考えることです。僕でもいいです。僕は1日2冊本を読んでます。月に60冊毎日ルーティンで日々やっています。鉄の意志を持つ人だと僕のことでもいいんで考えることです。こう考えることで自分も例えば神奈川と同じように頑張ろうとか、そう思うことができます。それではまとめいきたいと思います。まず最初に意志力が高ければ成功するって話をしました。意志力には3つあります。やる力とやらない力と望む力です。誘惑に流されそうになったら自分が本当に何を望んでいるかしっかりと考えてみてください。続いて意志力を高めるための7つの秘訣についてです。1つ目が瞑想です。1日5分やってみることをお勧めします。2つ目がグリーンエクササイズです。ウォーキング、公園に行くとか、お気に入りの曲を聴きながら近所を一回りするってことです。3つ目が望む力を利用してやる気を出すと、3つの質問をしました。それをすることでどんないいことがあるか考えてください。2つ目がそれをすることで誰のためになるか考えてください。3つ目がそれをすることでだんだん楽になると考えてください。
そして4つ目が明日も同じ行動をすると決めるってことです。ルーティン化です。1年は365日ではなく1日かける365日を1年にしてみてください。毎日ばらつきのない同じ行動をすることが大事です。5つ目が快楽の誘惑にわざと負けるってことです。テレビ見たいんだったら見る、飲みに行きたいんだったら行ってみるってことです。6つ目が失敗を繰り返さないための方法を3つ紹介しました。失敗した時の気持ちを言葉にする。あなたと同じく失敗して苦しんだ経験のある人がいないか思い出す。仲いい友達が同じような失敗をしたらどんな言葉をかけてあげたいかを考えることです。7つ目が鉄の意志を持つ人のことを考えるってことです。意志力っていうのは強い人のことを考えると自分の意志力も強くなります。お手本にしたい人のことを考えてください。鉄の意志を持つ人だったらこんな時どうするか考えることによって自分の意志力を高めることができます。意志力っていうのは目標を達成する上で非常に重要です。この動画を何回も見ていただいてしっかりとこの秘訣を学んでいただければと思います。この動画見ていただいて感想とか気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますのでぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますのでぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますのでぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。